新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、訪、まあ、日中国人の数、まあ、減少いたしましたけれども、まあ、昨年11月の日中首脳会談におきまして、まあ、両首脳間で両国の国民の交流、まあ、これをともに再活性化させていくことで一致をしているところであります。まあ、政府としましては、引き続き、まあ、両国間の国民の交流、まあ、活発化に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。